ゴールデンチケットは日本中央競馬会に登録されていた競争馬である。馬名は黄金のチケットを意味する英語から、おばにエアトゥーレ、いとこにキャプテントゥーレがいる森秀幸旧車ゆかりの決闘。2008年10月19日芝の競争でデビューし3着。勝ち上がるのは時間の問題と思われていたが、その後12月まで参戦して未勝利だった。 3ヶ月後の3月12日、船橋競馬の指定交流競争で圧勝し初勝利を挙げる。抽選で滑り込んだ毎日坂月は、実績から12番人気と評価が低かったが、2番手から粘り込みアイアンルックの2着と検討、札幌賞に出走可能な賞金を加算した。札幌賞は逃げたが、力の違いを見せつけられる形で、11着と惨敗した。 日本ダービー出走予定場の賞金順で出走が確定的でなかったため、中1周で兵庫チャンピオンシップに出走。コースタートからダート5000無敗の数二を首差を冴えて逃げ切った。そして本番の日本ダービーでは3.4番手で追走するも7着に敗れた。その後、7月8日のジャパンダートダービーでは勝った。 テスタマッタから6場審査離された3着と完敗した。休養を挟んで9月20日のセントライト記念では先行集団でレースを進めたが直線で失速し14着と大敗した。中1週で10月3日のシリウスステークスでは2番手をキープし直線粘って3着に入った。続く10月31日のブラジルカップではエーシ進モアオバーの2着と構想した。 12月6日のジャパンカップダートでは、後輩等を演出する3着に入った。続く、東京大賞店では5着に敗れて3歳シーズンを終えた。明け4歳になり、初戦の川崎記念は、後位からレースを進めたが4着に終わった。休養を挟んで8月8日の宮崎ステークスでは3番鉄位層から、直線で一旦先頭に立つもゴール前でインバルコに、かわされ2着に敗れた。 一年の長期休養を挟んで2011年10月9日の平常系ステークスで復帰、2番鉄追走も7着に敗れた。続く11月12日の赤富士ステークスでも5着に終わった。12月25日の2011フェアウェルステークスでは3着と構想した。明け6歳になり、初戦のアレキサンドライトステークスでは2番鉄追走から。 4コーナーで先頭に立つとそのまま押し切って解消した。4月29日のオアシスステークスでは後方から追い込んで4着となった。その後、クッケンエンが判明し引退。5月31日付で競争場登録を抹消。埼玉県羽生市のホライゾンスポーツホースにて乗馬となる。ありがとうございます。